すがに見慣れちゃったかも。そうなんだけどね、この町の名前、昔は光明って呼んでたんだって。時代が移り変わるに従って今の読み方に変わったとかなんとか。祠とか祀るって意味の死って字が当てられてたらしいよ。ねえ、星の距離のことを何光年って言うじゃない。じゃあ100光年離れた星を夜空に見つけた時、実はその星はもう宇宙に存在しないかもしれないって知ってる？100光年離れた星の光は地球に届くまで100年かかってるんだよ。だから星座っていうのはずっと昔の星の光をつなぎ合わせて形にしたものなの。面白いと思わない？ここは確かに位置づけとしては公園なんだけど、特別な意味を持つ公園なの。ここはね、この町にとって必要な場所なんだよ。ごめんね、言えないんだ。それはお姉さまに直接聞いて。違うの。
そうじゃないの。味方だもん。ずっとずっと味方だもん。だから言えないよ。ねえ、サク。どうか、お姉様の味方でいてあげて。本当？約束だよ。Thank you.
なんで嬉しそうなの？話を通してきた。いや、こういうのはちゃんと筋を通しておかないとな。さて、ちょっと場所を変えよう。ご主人ちゃんに聞いてほしいことがある。そうだ、アイはちょっと、用事があったんだ。そうか。また後でね、お姉様。手伝うことがあったら何でも言ってね。ありがとう。じゃあ行こうか、ご主人ちゃん。
ここにいるとまるでこの町の優しさに包まれたようなそんな気分にならないかな。今にも妖精が現れて楽しく踊り出しそうだよね。どこに行ってたんだ、お主人ちゃん。あの子。まあ、見つかったのでよしとしよう。さて、入り口まで戻ってきたので、そろそろ説明をしたいんだが、いいか？ダメか？うん。あ、いや、頼むのは私の方なんだが。気づいてたのか？うん、そうだ。お主人ちゃん、この公園に無数に立っている円柱のようなものは見たか？あれはな、星なんだ。そうだ、ここは夜空だから。上空からこの公園を見下ろせばよくわかる。あの円柱それぞれが星を意味し、夜空の星々そのままに配置されている。そしてこの公園は大きく4つのブロックに分けられていて、それぞれ春の空、夏の空、秋の空、冬の空と呼ばれているんだ。そう、ここは星空の縮図。この町の願いが形になったものだ。Thank you.
私はここでテレビ直しようと思っている。そうだ、あの円柱はそれぞれが星の意味を持ち、その配置は星座をかたどったものとなっている。春夏秋冬だとすれば、ここは夜空の縮図。ただの夜空じゃない、いわゆる普通のあって当たり前の夜空。けれど私たちは知らない夜空。そして降りしきる照れ雪は積み重なり、それぞれの星を覆い隠してしまっている。瞬き一つ見えないほどに星々は隠されてしまっているんだ。ならここはこの町の夜空そのものだ。だから私はそれを吐こう。このほうきで、私が天文委員である証のほうきで、この雲を吐こう。それが私のテリビナだ。それは、とてもとても平和な世界のお話。悲しいことなんて、何一つないその世界にはとてもきれいな湖がありました。そこにはいつも誰かが見物に来ていましたが、今日は小人たちが遠くの国からはるばる遊びに来ていました。彼らは水の上に葉っぱの家を浮かべ、みんなで水の中を覗き込んではすごいすごいと言い合っていました。そこへ魔王がやってきました。とても欲張りな魔王がやってきました。魔王が魔法の杖を一振りすると、杖の先端からみるみる霧があふれ、湖をすっぽりと包み込んでしまいました。大変だ、魔王が湖を独占してしまったぞ。小人たちがいくら目を凝らしても、霧のせいで湖の水は曇ってよく見えず、それどころか右も左もわからなくなって岸に戻ることすらできません。どうしよう、もうここから出られないよ。小人たちは大慌て、泣き出してしまった者もいました。それを見て魔王はびっくり。ちょっとだけいたずらをしてみんなに構ってほしかっただけなのに。とても欲張りな魔王は実はとても寂しがり屋の魔王でした。魔王は慌てて湖を元通りにしましたが、あまりに慌てていたのでうっかり魔法の杖を落としてしまいました。落ちた杖は根元からぽっきりと。するとどうでしょう、霧が戻ってきてしまったではありませんか。悲しむみんなを見て魔王はみるみる泣き顔になってしまいました。ご主人ちゃん、
一緒にやってくれるか？魔王は慌てて湖を元通りにしましたが、あまりに慌てていたので、うっかり魔法の杖を落としてしまいました。